宮崎の未来に残すべき価値ある文化財。今回ご紹介するのは都の城市にある旧江夏岩吉家住宅母屋。これは令和5年2023年2月27日に国登録有形文化財の建造物になりました。山江食品工業は、前身が江夏本店といいまして、1871年にですね、創業しております。私の高祖父である江夏岩吉が創業者となっております。そんな江夏岩吉氏の旧宅は大正末期の1926年に建てられ、後の昭和10年1935年に増築し、近年には改修工事が行われ令和5年に完了しています。現在では取締役会の会場や国内外からの商談に訪れるお客様の応接スペースとして活用しています。山江食品工業は大淀川と日豊本線の間の広大な敷地に工場を構え、中でも山江の煙突は昔から存在感があり、地元の人々にとっては心に残る風景として刻まれています。その創業者の江夏岩吉氏の旧宅は大淀川に架かる竹下橋のたもとの広々とした土地にあります。大正15年1926年に建てられた旧江夏岩吉家住宅は木造平屋建てで、建築面積は210平方メートルあります。屋根は瓦葺きの入りもや造りとなっていて、南東に広がる庭に面するように奥行きの深い縁側を巡らしています。昭和10年に改装された洋室の外壁は石積み風モルタル塗り洗い出し仕上げを施し、近代的な和風建築となっています。建物の西側にあるのが表玄関。この玄関を入るとまず 4.5 畳の玄関和室があります。この玄関和室の正面にあるのが8畳の和室。さらにその奥にはもう一つ8畳の和室があり、ここは仏間とも呼ばれ、床板に飾り棚や仏壇置き場があります。この8畳の和室の東側には縁側があり、庭を眺めることができる開放的な空間が広がっています。ここで見られる太い梁などには良質な木材がふんだんに使われ、加えて高い技術の加工が行われていることから、当時の裕福さを垣間見ることができます。中でも部屋の軒先だけに化粧丸たるきを使っていたり、角は扇たるきとするなど、細かなところに家主のこだわりが感じられます。このほかにも仏間は書院作りの様式をベースとし、小さい茶室のような隙間を意識した作りとなっています。欄間も特徴的で、匠の技が光る彫りが施され、障子を組み込んだものを使用するなど、ここも繊細な技術で加工されています。そんな欄間の周りにある小壁は、
黒漆喰塗りで仕上げられていて、落ち着いた格式高い雰囲気を醸し出しています。このように黒く仕上げる工法は左官工法の中でも非常に難しく、高い技術を持った左官職人による仕事と思われます。このように各所に良質な材料が使われ、それを仕上げる技術力の高さなどから、旧江夏岩吉家住宅母屋は上質な近代和風建築と高く評価され、国登録有形文化財の建造物に指定されました。江夏本店が創業して以来150年以上が経った今も、山江食品工業は皆様に必要とされる商品作りを続けています。その根底には創業者の思いがあり、旧江夏岩吉家住宅母屋にも随所でそうした思いの注がれた様子を見ることができます。旧江夏岩吉家住宅母屋、これは遠い昔を知る上での貴重な資料として、これからも後世に残すべき大切な文化財です。